台湾の政党では、中央政府が台湾に移転した後の中華民国における政党制の歴史と現状について記載する。1948年5月に施行された動員、観覧時期臨時上官により、新規政党の結成が禁止され、政府党であった中国国民党のほかは、その衛生政党である中国青年党と中国民主社会党のみが一党を独裁制による、 存在を許されていた。しかし、1970年代後半以降、国民党に反対する、いわゆる、党外と呼ばれる人たちのグループが形成され、党外勢力は1986年9月に、台湾発の本格的野党として、民主新歩党を結成した。戒厳令が継続していた1986年当時、新党結成は違法であったが、 当時の中華民国総統であった、小景国はこれを黙認する姿勢をとり、翌1987年の改憲令解除に、合わせて、党金も解除されたことで、民進党も合法化された。2年後の1989年1月、立法院は非常時期人民団体法を修正する、形で政党の結成、存続に必要な要件を規定し、政党活動の基盤を法的に整備した。 その上で、同年12月には、立法院増額選挙が行われ、1948年以降では、初めて新規政党が立法院に議席を獲得した。その後、1992年の立法院、全面改選実現と1996年3月の住民直接選挙による総統選挙の実現で、複数政党制による民主化が達成された。 2000年の総統選挙で民進党の陳水扁が当選したことで国民党の一党支配に終止符が打たれた。しかし2008年の総統選挙では国民党の馬英九が当選し国民党が再び与党の座についた。2016年の総統選挙で民進党の蔡英文が当選したことで 国民党の8年失勢に終止符が打たれ、民進党が再び与党の座に返り咲いた。1992年の全面改選によるヘゲモニー政党性からの脱却。1997年の第4次憲法改正による台湾省統決で、台湾省議会の定数も立法院定数に上積みされたことで、立法委員の定数が増加された。 小政党が議席を得た結果、国民党や民進党といった大政党から分裂して、新党、新民党、台湾団結連盟、建国党が結成され、分局的多党制に拍車がかかった。一方で、住民直接選挙による総統選挙の存在は、国民党を主体とする中国ナショナリズム重視の青陣営と民進党を主体とする、 台湾ナショナリズム重視の緑陣営のに大ブロック制に修練させていく効果を促進した。そして2008年の第7回立法院選挙から定数が大幅に削減され、選挙制度も小選挙区主体の制度となった結果、新党や台湾団結連盟などの小政党が立法院における議席をほとんど失い、 国民党と民進党による二大政党制へと大きく変化することとなった。ありがとうございます。